プロイセン公爵夫人、ドロテアのデスマスクを元にした教像、コルネリス・フローリス製作、プーシキン美術館像、ドロテア・アダンマークは、プロイセン公、アルブレヒトの最初の妻。デンマーク王フレゼリク一世と、その最初の妻で、ブランデンブルク選定公、ヨハンツィーゼロの娘であるアンナの間の代にし、長女として生まれた。1523年に、父が王位について間もなく、 フランス王フランソワ一世が庇護していた、イングランドのヨーク派王位請求者、リチャード・ドラポールとの演談が持ち上がったが、実現しなかった。その後、不王とその腹心の大奉還、ボルフガング・フォン・ルテンホーフが、プロイセンコー・アルブレヒトとの演談を持ち込んできた。二人の結婚式は1526年7月1日に、ケーニヒスベルクで行われた。公爵夫妻は、仲が良く、ドロテアは、 母国デンマークとプロイセンとの積極的な交流を推し進めた。ドロテア夫婦とドーボアニクリスチャン三世の関係も良好で、両者の間では頻繁に文通が交わされ、アルブレヒトは1537年にコッペンハーゲンで行われたクリスチャン三世の戴冠式にも出席した。また、アンナは1536年から1542年までの間、イボテのハンスを ケーニヒスベルク宮廷に引き取って養育した。ドロテアは、また熱心な慈善活動でも知られた。公爵夫人は1544年に含んが、アルベルトゥス大学ケーニヒスベルクを創立した際、学胸の北部に、自身の結晶料から費用を出して10人の無料給費制のための学生寮を設置、運営している。さらにプロテスタント信仰の勢力拡大も支援し、 プロイセン領内にルター派神学者を多く呼び寄せ、パウルスペラトゥスやヨハン・グラマンと信頼関係を築いた。公爵夫妻の間には6人の子供が生まれたが、育ったのは長女だけだった。ありがとうございます。